宮山遺跡発掘が行われていた阿蘇市的石の阿蘇西小学校体育館建設予定地では発掘作業が終了し、8月24日体育館建設に向けて祈願祭が行われました。老朽区から新築工事がかねてから決定していたこの場所では、それに伴い発掘調査を実施、過去に基盤整備を行っていたにもかかわらず予想以上の量の土器などが出土。今年に入り発掘調査が終了したことから新築工事が開始、今回の祈願祭に至りました。祈願祭は佐藤義興阿蘇市長をはじめ多くの関係者が出席、猛暑の中完成の無事を祈願する儀式が執り行われました。バスケットコート2面を有す充実した設備の体育館は来年2008年3月中旬に完成する予定です。